はい、戻ってきました。はい、あ、そどうぞ。注意事項ね、恒例のやつを、はい、大変だけど、こちらは一つの再生リストを楽しんでもらうコンテンツとなっています。もしもこの動画を単体で開いてしまったよという方がいらっしゃいましたら、説明欄に URL を貼っておきますので、そちらからぜひご覧ください。はい、再生リスト1本分ご覧そういうことお聞きそういうことください。よろしくお願いします。はい、ということで聞いていただきました。聞いてきました。向井太一、向井太一さんのブレイクアップ、ブレイクアップ、最近ハマってるんですよ。向井太一さん、風船割るところが特にね、爽快感やっぱね、どうやってやってるんだろうっていう感情になっちゃうのが、やっぱ映像やってる身としてね、なっちゃうよね。あれ手に何かつけてるのかなみたいな、ね、やってるのかなっていう、純粋な目で見れなくなるよね、やっぱ映像やると。あれ、この映像綺麗だなみたいな。どうやってるんだろう、本人のこの輪郭がなんかぼやぼやってしてるのいいよね。あれ、さっきの何で撮ってんだそうなっちゃう。あ、そうだそうだね、開けましょう、お菓子の袋を、ね、さっき多分話に出てると思うけど、このね、クリスマス袋っつうと1日でしょ。それほどけないの、そうやって開けるしかないの、硬いの、なんかね、硬くなっちゃってて、結び目がね、すごい硬いいのよ。いけるよし、よし、めちゃめちゃお腹減ってる、これなんですよ。そう、腹減ってんだよ、それなんですよ。ドン、お、なんか、え、あ、そう、まさかこれは、そうした、あ、違うか。特用チョコレート。特用チョコ。特用チョコ30本入り。チョコバット的な？チョコバット的な。これだけでもあれじゃない？ 100、200ぐらい。じゃあ紹介していきましょう。まず特用チョコ30本入り。絵が全くないし、そんなピンボケなんていらないっていうね。次。はい。はい。カルビーポテトチップス、薄塩。薄塩。北海道産新じゃが 100% 塩。全部読むんだよ。全部読む。じゃあ次ですね。はい、あ、これも定番。極細ポッキー。極細か。極細ポッキー。ポッキー史上最も細い50本。はい。あ、じゃあ一番薄く、細くできた50本を厳選したんだろうな。はい、最も薄い50本。お、それいいね。チョコボール、ピーナッツ。お、これは個包装になってますね。お。あ、久しぶりに見たな、これ。チョコボール。僕はピーナッツが好きです。中のキャラメル、俺キャラメル、キャラメル歯にくっついちゃうんですよね。歯にくっついちゃうけどキャラメルがいい。美味しいですけど。あ、出た、粒組。お、いや、これ久しぶりに。いいですね。結構高校生の時食ってたな。まあ高校生、中学生高校生の女子ポイフルみたいなやつね。勉強する時に机に置いといた。噛み心地がね、いいんだよね。あ、これいいな。ゲマゲマって感じが。甘いのも。はい、しょっぱいのも来ました。札幌ポテト、つぶつぶベジタブル。ね、これは定番の美味しさ。はい、美味しいよね。うん、次甘いの。これのバーベキューも好きよ、ね。甘いですね。お、ザッキー。ザッキー、だいたいね、岡崎くんとかその辺は、あだ名がザッキーにね。これね、はい、シンガポールのね、ダイソーに売ってんの。へぇ、この日本語の表記のまま多分そう。へぇ、これ日本から流れてんだ。高校におやつタイムみたいなのがあって、高校にそう、いつも持ってくお菓子が、これだった。ザッキー。最後ですね、ものすごく重いのに。これが重かったのか。動物園ゼリー。うわ。懐かしい、このタイプのゼリー。これがめちゃくちゃ重いです。重い。このタイプのゼリー。おぉ。おぉ。戻しちゃった。重いですね。さあ。めっちゃ懐かしいんだけど、これ。以上、1、2、3、4、5、6、8、8品。冷静もあるでしょ。いや、めちゃくちゃいいじゃない、これ。なんか、自宅用にさ、ASMR。自宅用に買っていこうかな。はい。じゃあ、食べながら。これ1700円もする、でも。するか。するでしょ。こことか300、400円とかするの、うん、そうだよね。ザッキーだってさ、1個200円だとしても、あれだね、なんか全部数え始めるんだ、こすいね。これいくらで、とか。いくらで。気になったら、だからまあ、食べやすそうな、俺あんまり手汚れるやつ、これ嫌だから。嫌だから。でも俺は特用チョコ食べたいな。これいい、ね、特用チョコ食べたい、ね。特用チョコならね、それ汚れないから。初期用か。パイの、うん、ね、この収録中にガンガン食べる。ガンガン食べる。これあれだね、聞いてる人ちょっとあれだね、うるさいだよね。カシャ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 。まあまあ、それもね、ご愛嬌ですよ。ASMR ですよ。いただきます。あ
素敵な音がしてますね。どうやって入ってんのか全然知らないよ。モニターしてないから。いざ聞いてみたらめちゃめちゃ汚い音が。なんだこの音って。ガガガガガガって。そこにないですよ。いいですか、使う。やっとりのチョコが止まらない。久しぶりに食べるとさ、もうやみつきだよね、これ。いいんですか、こんなんで。まあ、ね、聞いてくれてる方がいたら、その人もなんかね、なんか食べながら、はい、うん、一緒にお菓子を食べましょう。何ですか、今回は。もしね、あ、私の家にもザキあるから一緒に食べるっていう方がいらっしゃったら、メール送ってくれれば。うん。メールどこに。こちらまで。こちらまで。どちらだよ。あ、出さないの、そういうの。ないね、そういうのね。あるのか。おいしいなぁ。特用チョコ。30本。特用チョコ だけが入ってる。来年6月まで大丈夫。うん。あれね、危惧してた賞味期限がギリギリとかないね。うん、これでちゃんと綺麗に撮れてたら、ASMR 動画始めようかな。ASMR 聞く？いや、それ単体で聞こうとはなんないけど、誰かがやってたら、あ、やってるなーって。とは？なんか音で楽しむ。唐揚げを揚げる音みたいな。まあ、そういう感じ。音フェチ動画みたいな感じ。あ、こういうサクサクしたものをこう食べるとか、炭酸パチパチとか。よく今なんか中国でとかで流行ってるなんか氷を食べるらしい。はい、ガリガリガリって。その音は 何がいいの？それはやっぱ中国人ならではの感性がある。お米を食うやね。でも日本人もね、日本人ならではの好きな音ってのあるかもしれないね。たくあんを食べる音とかね。コリッコリってね、パリッコリって、うん、軟骨食べる音とかね。なんで全部パリパリ感のあるパリッコリって感じしか言わない。パリカリ梅とかね。あー、いいね。なんか似たような系統ばっかりだよね。茎わかめとかね。だからだから行ったそばから全部パリパリコリコリ。こんな感じで、はい、そんなどんな感じ。尺的にはいい感じになっちゃった。これお菓子食べて尺いい感じになっちゃうってどんなの。じゃあもうちょっと喋ろう。何の話身のある話しなきゃ。何の話したっけ。何の話したっけね。いや、でもこれ曲分けでもうずっとお菓子の話しかしてない。曲が始まる前はあれの話した。あの曲の紹介。今週の曲がもしかしたら演歌になる時もあるかもしれない。あ、そうだな。でもね、なんかまあね、あのうちの父親がね、高校とかの時ね、バンドやってて、でバンド仲間もいて、でゴリゴリのねロックをみんなやってたのよ。すごいやつですね。その首を振るのは違うけど、やってたのよ周りも。で何年か前、3年とか4年ぐらい前かな、同窓会に行ったら、ゴリゴリのロックやってたやつらみんな演歌歌い始めて。へえ。なんか年取ってきてから演歌の良さが分かったっていう人、いつかそういうタイミング来んのかな。来るんじゃない。なんか覚えやすい、歌いやすい、歌ってて気持ちいいとかなのかも分かんないけど。だってちっちゃい時イカの塩辛が美味しいって思ってないでしょ。思ってた。ああ、でもさ、イカの塩辛イカの塩辛をご飯にのせ、うん、なんとそこの上にマヨネーズと醤油を、あの美味しいのかけて、うちも超美味しい、超美味しい。なんかそれすると他の味に感じるみたいな。プリンに醤油入れとるみたいな。アボカドに醤油でとるみたいな。そういうのではなく普通に美味しい。もうただただもうデブ飯で美味しい。へえ、美味しそう。めちゃめちゃ美味しい。ちっちゃい頃嫌いで今は好きみたいなのはパクチーが。そう、俺は。あ、そう、パクチーって好きになる、うん、嫌いな人一生嫌いじゃない。パクチー初めて食べた時はなんか毒ダミ食ってるみたいで、うん、何この葉っぱ感みたいな、えげつな。そんな臭いんだ。ね、ない、無理ってなってたけど。カメムシだ、カメムシ。今は全然。本当大好き。いや、もうそんなことある。パクチー自体はそんな、うん、なんだろう、食べた記憶がない。マジ、まあ、なかなか日本食には出ないから、ね。確かにね、なんかタイとかベトナムとか、ベトナムとかね、東南アジア系の食事をレストランとかですると出てくるから。でもね、あれはダメ。八角がダメ。ああ、八角ね。私は中華料理。私は独特な味するよね。なんか香港のちょっとお高いレストランに入った時に、うん、こう北京ダックとかね、
三角 ね、入ってますね。こう出してもらったんだけど、八角の匂いきつくて、独特、うん、なんか肉食ってるっていうよりかも、もう八角、うん、食ってるね、もう全部八角の香りだから。僕はちょっと話戻しますけど、バンドっていう話出てる。お3人みんなね、大変どうしたね、そう、ドラム、そう、僕はあの歌謡コーディション3人みんなドラムだ、歌謡コーディションの4人でこうバンド組んでもいいと思って、バンドだけトリプルドラム、まあ、トリプルドラム、トリプルドラムはダメでしょ。ダメでしょ。井上ちゃん何すんのって、タンバリン、だからみんなパーカッションじゃん、全員パーカッションしかいねえじゃん。違うよ、メロディーがいない。で言うと他の楽器できないの、なんか。ギター。ギターか。ひふみちゃんは別にギターもできるでしょ。ギター。いのちゃんはもうベースだと思うんだよね。もうあの身長はベースだよね。だからどう見ても。あの身長はベース。いや、なんか180センチくらいある人って、なんかこう、ベースって長いじゃない、うん、長いね。だからなんか、持ってるかっこいいね。うん、うん。我々が持ってもさ、ひょろいひょろい。うん。なんか横にだけすごい長いみたいな。あの我々さんにこう、ベース、ギター、ギター、どう割り振るかっていうね。誰が、あ、ベースじゃない、ドラムか。誰歌う、誰歌う、ギターで歌うしかない、歌うしかないね。あ、私がベースボーカルもある、ふみちかさん歌えるし、うん、私が歌いますよ。いのちゃんの歌ってどんなのかね、聞いたことない、ね、聞いたことないよね。でもあの前さ、いのちゃんにこうコード進行を作らせたアプリをさせたじゃない。いつそれ、あった、電車の中でなんかあったもう簡単にこう G を押したらそこで G のコードでなんだっけそれ、何かの移動で、でその次に A マイナー押したら A マイナー。あれだ、ビンゴの時だ。ビンゴの時覚えてないんだけど、いや、あと、ビンゴの時に小田原に行く間の長い間の時にそのアプリで使って井野ちゃんが作曲してた。そう、作曲をしてた、だけどもうそれをぶっ飛んだやつだね。ぶっ飛んだ、不協和音って呪いの曲だった。そうだったわ、そうだった、まあ、音源残ってたら嬉しいけど残ってないだろうな、あれな。あったな、そんな、あったっけ、もう地獄の耳障り。あったよ、あったあった、なんかね、変な曲作ってたんだよ。なんでそのコードに飛ぶのみたいな、そう、そのコードにそのメロディーは絶対合わんそんな、ね、多分世にも奇妙な物語とかあれ流したら怖いんじゃないかな。いや、曲が気にないね。カラオケ行ったことないもんね。そう、4人で行ったとかないね、うん、大体飲み行くからね。そうだね、この4人は飲みに行くか旅しかしてないもん。そうそうそうなんです。そういうこと。あえてもう企画とかない。ただの旅行。慰安旅行楽しむ。慰安旅行の文字がしっくりきすぎだよね。さっきまでね、まあラジオ外か、うん、でも帰りとか行きとか辛かったんだみたいな話したから、そうそうそう、うん、それの宣伝しといたら、そしたら今こうカードピーピー、なんだ、さっきまでこれを撮ってたんですよ、うん、さっきまでね、めっちゃボロ口に入るね。どっちかにしなさい、食べるか喋るか。で先ほどまで歌謡コーディションの、はい、我々がね今まで旅してきた動画を見ながら雑談をするというね、まあよく言えば副音声ですね。そうですね、悪く言えばあることないこと喋ってた。いや、ないことあるかもしれない。あるかどうかじゃない、嘘ついてないからだろうと、まあ、それを撮ってたんでね、はいはいはい、その中でね話が上がったんでね、うんうん、移動の辛さが、移動の辛さね、ね、京都まで行ったはいいけど帰りは8時間座りっぱなしで、そうですよっていうね、結局青春18切符しか使えないからね、うん、縛りが使えないっていうか、まあ使わないと損っていうか、うん、あれだよね、高くっていうなるよね。別に新幹線とかで帰ってもいいんだけど、いいんだけどね、やっぱそれじゃ ね、はい、ね、味気ないじゃないですか、2時間で帰りますからね、味気ないですよ、味気ないね。でも8時間は8時間で味がありすぎるんじゃないかな。中間欲しいね、うん、中間がね、中間欲しいね、座ってるだけだから。もう4時間名古屋で、名古屋で一泊して次の日帰るみたいなね、ありだねとかやればもうだいぶ楽しいんじゃない、うん、次の企画の話もしないといけない、ね、そうなんだよね、次の企画どういうことやるかと、ね、やっぱこう命をびっくりさせようで、そこ行くみたいな、うん、久々だね、俺が企画を知らないっていう状態じゃないの、うん、やっぱあの子だけでいいんじゃない、びっくりさせる。やっぱリアクションはね、彼だけ、あの子だけでいいね、うん、だって、うん、あの平泉行った時もどこ行くと思うって聞いて、今決めるって言ったら、何わけないよな。どういうこと、今決める、今決めるって何だろう、何それ、何今決める、今北か南か、じゃあどこ行きたいみたいな、ああじゃあそこにしよっか、
なるわけない。決まってるよそりゃ。どんな企画だよ。そんなね、楽したかったらね、隣の駅とか行ってくれ。東京から秋葉原行こう。東京から秋葉原行こう。ゴールっつって。そういえば新宿に行きたい店できたから新宿行きましょう。ゴール。じゃあそれ。今決めるって言ってるからね。あれは面白い。すごいよね。あの発想。でも、それもありっちゃあり。今決める?どこ行くと思う?って言って、今決めると思う。イノちゃんどこだと思う?って言って。言ったところに行く。めっちゃ賭けじゃん。イノちゃんの予想で。どうする?なんか小ボケとかかましてさ、意味わからんとこ言い出してさ。多分、飛行機乗ると思うんですよ、とか言い始めて。イギリスとか言うと。うわ、思ったみたいな。パスポートの準備がね。だって今から俺パスポート取りに行こうって。無理じゃん。無理だ、ね。後日って。間に合わない。ああ。どこ行くと思うつって聞いたところに。ありだね、うん。で、それやるならさ、もうあれじゃない。行くちょっと前から、もう 3人で始めといて、こういう企画やりますって、うん、ちょっと今から電話 しますとかやって、電話して、ひのちゃんさ、今度、企画あるじゃん。うん。でもう気が決まったんだけどさ、どこ行くと思う?ちなみになんだけど、どこ行くと思う?とか言って、どこだろうで、行ったところへに行く。あー、そういうことね。うんうん、まあじゃあ、当日のお楽しみでーつって切って、はい、決まりました。行くところ決まりました。行くところここです。いい、ね、やばい企画だよそれ。え、俺それ言ったとこじゃんつって。その通りです。あなたが決めました。あなたが決めました。あなたが決めたんだよ。でもさ、イノちゃん、不安があるのよ。うん。あの、イノちゃんさ、平泉を知らなかったじゃない?あ、まあね、だから。うん、だから、イノちゃんから出てくる観光地って、ものすごく有名なところ。もうディズニーランドとかしか言わないんじゃないかな。もうディズニーか USG しか来ない気がする。あからさまに観光地なら言うんじゃない?沖縄とかさ。沖縄に言うと。県ごと観光地みたいなね。うん、だからもう、あれだよね、なんだろう、熱海とかそういうのが出ないんじゃない。うん、熱海ならまだ出るか。うん、なんて言うんだろう、温泉とか、ね、そっからどう展開するの。サイコロ振って、サイコロになるんじゃない。そこまでサイコロ振っていきましょうっていう。でもなんか新しいことでもいいけどね、全然。うん、すごいですね、なんかその出るかな、新しい企画。なんだ、理想の尺の2倍話してる。めっちゃ喋る。半分はおかしくってるだけだから。あそこもうポツポツ切っちゃって、うん、いいよ。サクサク音だけあのどっかぶち込んどいて。俺らが買った500円の福袋だけ興味ないでしょ誰も。ねえ、絵が見えてないし、見えてないし。とりあえずこうチョコ、特用チョコが半分ぐらいなくなりました。全部美味しいんだもん。美味しいんだもん。半分ぐらい、1人3用。ゴミ箱すげえもん。特に膨らみまくってる。なんかさ、これ全部出してこっちに詰めた方がいいんじゃないかっていうスピードで。確かに。だからさ、じゃあ、まあ、はい、いい感じのところで曲紹介に行かないと、はい、次に進めないので、行きましょうか。じゃあ次は稲葉くん。じゃあ次は私。僕ちょっと迷ったんだけど、結局今ハマってるフジファブリックから一曲、うん、ペダルという、僕はね、久しぶりに新しいバンドというか、僕もう一辺倒だから、ビートルズしか聴かない、うん、そんなんだけなんだけど。偏った男だわ。そう、偏ってるんだけどね。、うん、ちょっとフジファブリックはハマりましたね。そのフジファブリックはなんで、きっかけは?きっかけは、大学の授業で、そのなんか音楽史、音楽の歴史、なんかメディアと文化みたいな。うん、いう中で音楽文化史っていう授業があって、そこでその先生がいきなり流したんですね。フジファブリックの一番有名な「あの若者の娘」って、そう、あれを流して、で何かこうその歌詞とかそれについて、まあ、こういう解釈ができますみたいな話をしてた時の、なんか聞いたことあんなと思って、でシャザムでこう「違う違う」自分中にこうシャザムでこうやって、ね、ああ、フジファブリック、あ、でもフジファブリックも聞いたことあるなと思って、そっからいろんな曲をこう漁ってたら、もう、うん、でもね、そう、ライブに行きたいんだけど、うん、もうボーカルの志村さんはもう、ね、そう、いないんですよ。自殺ということになっているのか。いない、過労死なのかなんか、わかんない。わかんないんだけど、いないんですよね。だからもうあと10年ぐらい前に知ってれば見に
行けたんだけどっていうのがまたいいじゃん、この感じ。行けないっていう過去のものになんか魅力を感じるっていうね。そう、フジファブリックもあの人がね、死んじゃった人が曲書いてたから、独特なのは今ない。 9.5 割ぐらいはあの人が書いてた、うん、9.5 割、今結構割で言ってたんだ。95%で9割5分とか、ね、9割5分確かに。今残ってる3人もね、うん、やってるんです。で、ちょうど、な、ちょうどっていうか、その、プロ野球のテーマソングに、うん、今年フジファブリックの曲が使われてて、うん、っていうのを最近知って、あ、そういえばこの曲そうじゃん。フジファブリックじゃんってなって。ああ。それは電光石火って曲だね、うん。あの曲も、ああ、そういえばフジファブリックだなって思って。やっぱいいね、と。なるほど。じゃあおすすめの 曲振りがもうものすごい、ね、面白い、ね、この尺長すぎたね。やばい、もう20分じゃん。ちょっとお菓子食べてちゃダメよ、喋ってないんだ。これお菓子抜いても割とあるよ。あるね、うんうん、だって食べながらも喋ってたわね、うん、じゃあ行きましょうか。はい、聞いてください。どうぞ。フジファブリックのペダルです。